はい、今日はですね、変速の調整をやってみたいと思います。はい、今回はですね、こちらのワイヤーアジャストボルトは使用しません。プラスネジでやる分、まあ、これロー側とかトップ側があって、この隙間を見ていって微妙な調整をするんですけど、こちらはあまり手を出さない方がいいですね。はい、僕これ何回か手出したことあります。で、今回はですね、こちらです。アジャストボルト、つまみありますね。ワンノッチずつ小刻みにカチカチカチで右左に回すことができます。はい、こちらで調整していくことにします。はい、するやり方ね、どういう時にこのアジャストボルトを回したらいいのかっていう説明をします。はい、シフトダウンがうまくいかない。シフトダウン言うたら、このロー側から、あ、でごめんなさい、トップ側からロー側へ落としたい、こっち側ね、小さな歯車、小さなスプロケから大きい方に落としたい時にうまくいかない。はい、そんな時はですね、このアジャストボルトを左へ回します。ネジを緩める方向へ回します。するとワイヤーが張られていくんですよ。面白いことに、緩める方向へ回したらワイヤーが張られていくんですよ、これが。はい、ここでこのディレイラーの位置も微妙に変わって、なんていうんですか、シフトダウンがしやすくなります。で、これの調整なんですが、これだけ回すんじゃなしに、これを左に回しながら、クランクを回しながらですね、はい、こうクランクをぐる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 回しながら、手でも、まあ、回しながらですね、このボルトを左に回してください。はい、で次にですね、シフトアップ、さっきはシフトダウンでしたね。今度シフトアップが、うまくいかない。シャラ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 言うて、シフトアップができない。まあ言ったらシフトアップがかなりだるい時ですね。今度はですね、このボルトを右に回します。すると、ワイヤーが緩むんですよ。右って言うたら、ネジで言うたら締める方向なんですが、締める方向へ回したら、ワイヤーが基本的に緩むんですよね、これ。これは前のアジャストボルト、フロントでも一緒です。右に回すとワイヤーが緩みます。はい。で、右に回すと、今度は、シフトアップがしやすくなります。シフトアップ言ったら、この、大きな歯車から、この、小さな歯車、スプロケットですね。大きなスプロケットから小さなスプロケットへ変速したい。しかしなかなか3秒も4秒も間が空いたりする。変速をすぐにしたいのに、しばらくジャラジャラって同じギアに乗っかってから移行する場合は、こちらを、このアジャストボルトですね、これですね、このつまめます、これを右に回します。後ろから見てるんです、これ。後ろからロードバイク見てるんですよ。後ろから見て右です。で、右に回すと、シフトアップがやりやすくなります。ワイヤーが緩んで。まあ、こう覚えたらいいですね。シフトダウン、シフトダウン言うたら、この、小さなスプロケットから、大きいスプロケットへ移行しにくいなって思ったら、左へ回してください。はい。左へ回してください。ほんで、大きな歯車から、今度シフトダ、アップですね。小さなスプロケットに変速がうまくいかない。なかなかスムーズにいかないなと思ったら、これを右に回してください。で、これはね、どっちか言ったら、何個カチカチ回すとかいう決まりないです。これ、フレームとか、車種によって違いますので、で、やるときはあくまでも、このアジャストボルトは、このクランクを回しながらやってください。これ覚えたら、自転車屋さんへ専門店まで持っていかなくても、これなら自分でできます。はい。ここ触っとけばいいです。で、あくまでも、しっかりとここの、ワイヤーアジャストボルト、ここの調整があくまでもちゃんとできてたらの話です。この間行った野村坊さんでも聞いたんですけど、
こちらのアジャストボルトの調整さえしっかりできていたら、もうここは一切触らなくていいと。ここを触ったら、ここでいいんですと。まあ、野村坊さんが言ってはったし、間違いないと思います。ここの調整でやればいいみたいです。今まで僕は、ここを触ったら、こちらのワイヤーアジャストの方も触っていかなあかんって思ってたんですけども、もう、普通はここだけで、このアジャストボルトだけで十分らしいです。はい。これならば、初心者の方でも簡単に調整できると思います。もし、シフトアップチェンジに困った場合はやってみてください。以上です。最後まで見ていただいてありがとうございました。